どうも、うぷ主です。霊夢です。今回は、こちらの PC のベンチマークを取っていきたいと思います。あ、ちなみに GTX960 はゆっくりかっけに上と、RX560 と交換しました。今回のベンチは FF14。シネベンチしかやりません。なぜ？ GTX760 や960の時も同じ条件でしかやってないからです。ということで FF ベンチを始めていきたいと思います。今回も条件は同じでやっていきたいと思います。ちなみに、最高品質設定の比較もやりましたが、今回は出しません。早速やっていきましょう。見てわかると思いますが、GTX760 の時と同様に9割型の性能が出ていることがわかりますね。続いて4000番台あたりまで飛ばします。このあたりでも760と同様多少の揺らぎはありますが8、9割を保っています。この辺りは760にはなかった 95% 領域です。終盤です。見えにくいとは思いますが CPU のラインも大体グラボと同じくらいです。ここで余裕の1万超え落ちました。1万2000を超えました。結果はこんな感じになりました。条件は同じなので、性能が上がっていることがわかります。バランス的にはペンティアムは760、6600K あたりは960、6700K は1060っていう感じです。続いてシネベンチを取っていきたいと思います。こちらは CPU の性能を調べるのでペンティアムとの比較になります。それでは、どうぞ。
で、結果がこちら。6700K のスコアは G4500 に比べ約3倍になっています。オープン GL はご覧の通りです。ということでいかがだったでしょうか。体感的にはわからなくても、数値だけでコンピュータの可能性は広がりますね。このような素晴らしいパーツを提供していただき、本当にありがとうございます。ほんと感謝で頭が上がらないわね。その通りです。ということでパワードビスタは動画投稿のペースは遅いですが、着々と動画はアップさせていただきますので、これからもよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で締めたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただくと、パワードビスタの動画をいち早く見ることができます。左下のボタンから登録、左上には関連動画、右上には関連情報を掲示してあります。次回の動画もお楽しみに。